はい、皆さんこんにちは、松です。本日の動画はですね、ちょっといつもと変わって、こういった、もう撮りっぱなしで、撮影してるんですけど、今日の動画はですね、サムネで出てる通り、一人合同会社の、年末調整を、自分一人でやってみたっていう形で、動画を撮ってます。私はですね、個人事業主と、あと物販の方で、法人を立ててまして、個人事業主の方は、2年、やってます。で、3月の確定申告も、自分一人で、会計ソフトを使って行っております。で、今年からですね、物販の方で、法人をですね、立ててですね、活動しております。で、皆さん、年末、サラリーマンの方なら、なんとか経験があると思うんですけど、年末調整っていうことを、会社からこのちょっと四角い紙でですね、渡されて、いろいろ内容を書いて、経理の方に、事務の方にお渡しすると思うんですけど、その作業を、自分の会社一人、まあ一人なんですけど、その作業を、まあ自分の給与、役員、給与の分の、年末調整をしなさいということで、税務署の方からですね、このちょっと封筒が届いてまして、中にですね、見たんですけども、すごい資料だらけで、すごい枚数入って、これちょっと、これで一応、その役員報酬分の各、年末調整の方を行いなさいということで、来てるんですけど、ちょっと中身見たんですけど、いろいろ書いてることが多くて、ちょっとわからないということで、ちょっとこの税務署の方から送られてきたんで、税務署の方に電話をして、アポを取ってですね、今税務署の方に、来ております。で、書き方とかはですね、教えてくれるみたいなので、実際ですね、書き方を、教えてもらって、一応処理の方もですね、できたら、この、今日ですね、処理の方は終わらせたいと思います。一人強盗会社、同じようなですね、僕のような立場の方がいらっしゃればですね、参考にはならないと思うんですけど、一人で、年末調整の方は、できるのかっていうことで、動画を、撮っていこうと思います。要はですね、何が言いたいかっていうと、税理士さんの方にもですね、もちろんこの年末調整を任せることができます。ただ、税理士さんに任せると、そんな、今そう見たら相場が2、3万、一人だったら2、3万。払えばですね、年末調整やってくれるよっていうことなんですけど、2、3万ならですね、払っても、問題はないかなと思うんですけど、結構、僕にとっては大きいお金なんで、今回、簡単にですね、そんなに時間の、かからなくて、できればですね、ちょっと一人で、今後もやっていこうかなというふうに考えてます。で、これがですね、結構手間だなとかめんどくさいとか、時間かかるよってことであれば、2、3万ですね、税理士さんの方にお願いしてですね、やって、いこうかなっていう考えてるんで、どっちみちですね、1回目なんで、どういったものか、ちょっと、勉強がてらじゃないですけど、行ってきてですね、説明しよう、行ってきて、確認しようと思います。またですね、ちょっと今から、実際担当の方とお会いしてですね、手続きの方していきます。で、また終わりましたらですね、もう完全に僕の主観にはなるんですけど、感想を言って、喋ってですね、この動画終わりにしようと思います。それでは皆さん、今から税務署行ってきます。はい、今、税務署、から担当の方と打ち合わせ、処理まで、終わらして、きました。だいたい時間にしては、30分ぐらいで終わりました。結論から言うとですね、自分一人ででもですね、全然やっていけるよっていうことが結論になります。ただですね、条件があって、僕の場合は、一人で会社をやってます。なので、従業員さんはまだ、いないんですけど、自分一人だったらですね、比較的簡単にですね、年末調整ですね、できると思います。ただ、ちょっと僕勘違いしてて、税務署の方で、もう今手続きまでしてきたんですけど、もう一個ですね、市役所の方にもですね、同じような、書類を提出しなきゃいけないということで、ちょっと、
税務署と市役所で年末調整が完了ということで、みたいなことを言われました。まあちょっと説明すると、書類が3種類、あってですね、あ、そうそう、今から言うことは僕専門家じゃないんで、ちょっと間違えてることも言ってるかもしれないんですけど、ちょっとそこら辺はご了承ください。書類が3種類年末調整あってですね、皆さんこれ見たことあります。いつもいただいて、会社からいただいてるですね、この紙ですね。この紙は、書くことは一緒ですね。サラリーマン時代に僕書いてたこと一緒なんで、その内容を書いて、これは、会社の保存になります。会社保存です。だから、提出しなくていいみたいですね。会社で保存しとけと。あ、そうなんだってことで。で、何を提出するんですかって言ったら、この、税務署ですね。税務署の方は、こういった名前とか隠してるんですけど、こういった、納税の用紙。これちょっと地域によって違うかもしれません。これを書いて、これまあ内容すごく簡単です。日にちと、いくら、役員給与もらってるかっていうのを書いて、それの額に、乗じてですね、納税額が決まるっていうことなんで、すごい優しく教えてくれました。これ誰でももう一回聞けばですね、できると思います。で、もう一つが、市役所に提出書類が、これですね。このなんか緑の、青のやつか。青の紙。これを、まあ内容は一緒なんですけど、まあ名前と、支給額ですね。役員の支給額等々書いて、まあこれもいろいろ教わったんで、まあ比較的簡単に、まあ書けるっていうか、まあその内容、実際もらってる額と、等を書けばいいだけなんで、それを、一緒に、書いて市役所に提出すれば、OK ということですね。で、納税額があるんであれば、その都度、納税をするということです。で、僕の場合は、まだ役員報酬としてはすごい低い金額なんで、所得控除内で、収まる、まあ、少ない、の役員賞与、や、役員給与をもらってるんで、年末調整による、納税はゼロになっております。なので、まあ、比較的手続き簡単だったんで、一人でできるよってことになります。これがですね、まあ、物販、これがガンガンやっていくって中で、役員給与、増えていけばですね、所得控除内からはみ出して、納税しなきゃいけないよってなれば、ちょっとやっぱり、また、手続きが煩雑になってくるんで、まあ、その時は、税理士さん雇った方が、まあ、賢明なのかなと思います。まあ、実際ですね、やっぱり、自分でやるってなったら半日はかかりますね。これ書いて、税務署に持って行って、あと、まあ、市役所に持っていくっていうことが起こるんで、まあ、少なく見ても半日かかるかなと思います。まあ、これを半日自分でするのか、で、税理士さん2、3万払ってやってもらうのかっていうのは、まあ、人それぞれになるのかなっていうふうな、思います。なので、もう一回結論言うと、僕の場合は、今の、こういった事業体系、まあ、一人でやっている、給与所得控除内の、役員給与で、やっていく限りはですね、まあ、自分一人で、やっていこうかな、というふうに、思ってます。まあ、それが結論であります。なので、まあ、僕みたいなですね、一人の小さい会社を経営している方はですね、参考になれば、いいと思いますね。ぐらいかな。うん。意外に税務署の方非常に優しくてですね。まあそれはそうですよね。納税されないよりかはマシなんで、丁寧に教えてくれたんで、まあわからなければですね、まあアポ取って、役所に、この、税務署に行ってですね、聞いたがやっぱ一番早いですね。優しく、教えてくれるんで。まあそれが一番今回、分かったことだと思います。以上ですね。まあちょっと寒くなったんで、まあ12月も後半ですけど、まあ今結構12月やっぱ物販バンバン、売れる時期なんで、ちょっと今から僕の方も仕入れ行ってきます。まあ皆さんもですね、仕入れ行かれる際はですね、僕車使うんですけど、事故とないように気をつけて、お互いですね、安全運転、そして12月たくさん稼げるように頑張りましょう。それでは仕入れ行ってきます。本日もご視聴ありがとうございました。